ちは。さあ今日はもう丸々一本ソフトバンクの話題です、はい。まあ、ソフトバンクといえばやはりまず和田投手が引退ということで、はいはい、ね、熱谷選手がこれでいなくなったという現役から。ああ、豊さんはそうか。そうそうそう、最後の選手か。いや、試合終わったりとか練習終わったら、はい、プールサイドがあるんだけど、彼はルーキーだったかな、ルーキーか2年目か、はい。まあ、一番若かったのかな、うん、一番若かったのは岩隈か、若くてメンバーの中でもね、うん、で、プールサイドにいて、いつもなんかこうジュースを飲みながらというか、はい、一人でこういるんだよね、うん、だからまあいろいろ野球館でこういろいろ話したことあるんだけども、はい、ずっとやっぱこう夢を持ち続けてたな。ソフトバンクに入ったのもなんか将来的な夢が詰まった球団だっていう話もいろいろあって、はい、そういう話もして、でメジャー行って帰ってきてもやっぱソフトバンク入って、はい、でもまあアテネで一緒に行った人間がもうこれで現役からいなくなるというね、うん、なんか一時代を終了するという。そうですね。ただ長嶋監督がその時に伝道師となって後世に伝えろと、はい、君たちはそういう使命がある、まあ、野球界から離れずにオールプロで初めて組んだチームの中に和田剛というピッチャーがいて、若くして、でもそれがまあ引退という、また後世に伝えていくね、伝道師となって、やっぱこうそういう使命があるなというね。でまあ知的だし頭のいい子だから、球界に戻ってね、何かしらの恩返しをしてもらいたいなっていうふうには思う。そうですよね、まあ、引退会見を見てもやっぱりすごく自分の考えとかその芯がすごくしっかりしていて、まあ、そうだね、若手のことも面倒を見る、時に活を入れるというか、はい、そのぐらい自分もやっぱり必死になって頑張ってきたっていう模範となるというか、若手のそういった投手でもあったのかなっていうふうに思いましたね、うん、まあそうだな、うん、まあ、人格者だしね。そうですね、まあ、監督までできるな彼は、うん、まあ、そのぐらい上り詰めてほしいなと思う。そうですよね、はい、まあ、本当にお疲れ様です。そうです、ひとまずお疲れ様でした、ね、はい、さあそして FA の話題なんですけれども、はい、ソフトバンクの石川修太投手が、はい、これ FA 権行使するのではという記事が何紙も出ています。で C ランクとで単年契約だったんですね、去年はね。球団側は全力で遺留というか、まあ、一目にかかると、ね、はい、いうふうに、言っているんですが、全力じゃなかったら困る、ね、困りますいやただ俺石川ってすごく能力があるピッチャーだというふうに思ってて、はい、ソフトバンクだといつの時代も千賀がいたら千賀の後とか、はい、有原がいたら有原の後、モイネの後とか、うん、もう少し待遇を変えると花が咲くかなっていうような、うん、そんな感じではいるんだよね。そうですね。ただまあコントロールという意味ではすごくアバウトだけども、はい、ボールの力とか特殊ボール、パワーカーブとかね、うん、はい、まあ、そういうことを考えると、うん、なんか勝ち星が上がっても、うん、まあ、なんかいいような気もするし、はい、ゾゾマリンかなんかで投げるといいんでしょ、うん、相性がいいんですよね。やっぱあれだけの変化を風を利用してもっと変化するようになってくると、はい、魔法のような球を投げるからね、カーブだったら。ってなるとロッテは欲しいっていうふうに。いや、それ欲しいだろうね。行く可能性もありますよね。いや、だからまあ風を利用して勝てるというか、はい、それは地元の利、うん、はい、それが本拠地にする権利を得てるわけだからね、はい、可能性としてはなくはないな。そうですよね、うん、で今期年俸が1億、まあ、推定で1億2000万円で、人的保障の発生しない C ランクなので、やっぱり他球団としてはやっぱり欲しいと。いや欲しいよな。もう争奪戦というふうには言われてるんですよね。勝てると思うもん、ピッチャーは、うん、うん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 、ソフトバンクに置いとくのもったいないよな。今回だって、はい、まあ、有原モイネロ、はい、スチュワート、はい、石川でしょ、はい、なんか4番手に置いとくのはもったいないような、うん、まあそんな感じもするし、うん、まあ、それなりの評価をしてあげたら動く可能性はあるよね。そうですよね、うん、去年その単年契約っていうところが一つちょっと鍵になってるのかなとか。でもソフトバンクって出してくれるからな、多分お金ですか、いろいろあ、まあ、そこら辺の魅力っていうのはあるだろうしね、まあ、まあ、チームも強いっていう魅力もね、確かにあるだろうし、うんうん、だからその中で石川がどういう立場でいるかだよね。そうですよね、うん、ロッテと相性はやっぱりいいので、あのマウンドが、はい、もしかしたらロッテっていう可能性もゼロでもないですし、いやロッテはやっぱこう石川を引っ張ってくることによって、うん、苦手なピッチャーを引っ張ってくるわけだから、はい、それはやっぱいいよね。いやそうですね、うん、そうだそうだ。他の例えばセリーグのチーム、まあ、パリーグも含めて、はい、石川修太投手欲しいっていうチームは結構やっぱりありそうですか。
いや、あると思うよ、うん、ボールに力あるし、特殊ボールあるしさ、はい、DeNA も欲しいよね。 DeNA も欲しい、うん、阪神も欲しいんですよ。あと巨人も菅野投手がやっぱりメジャーで抜けるっていうのもあるので、ね、まあ、ヤクルトもそうですね。どちらかというと外の屋根がない球場に行きたいのかなと思うんだよね。横浜とかでヤクルトとか、だから巨人、阪神とか、栗が広島から抜けるというふうに考えると、うん、まあ、広島も1枚欲しいよね。まあ、栗投手もね、もしかすると、もしかするとって言われてるからね。ね、言われてますから。外の球場の方がいいんじゃないのかなって。ね、合ってそうな気がします。合ってそうな気がしますよね。うん、例えばこのコーチとかこう知ってる人がいるから、やっぱこの人の下で戦いたいとか、そういうのもあるんですかね。まあそうだな、まあ、ロッテの球場が相性がいいっていうんだったら、うん、日本ハムから立山コーチが入ってくるという、うん、はい、で一時期全日本のチームで、はい、おそらく立山と一緒にやった時期があるんだよね、うんうん、はい、だそういう教えを受けたいということを考えるとロッテに来やすいかな。なんかロッテの話が進んだな。そうですね。なあ、ロッテで石川入ったらやっぱちょっと嫌になるよね。嫌ですね、他球団は。そうだね、うん、いや立山優秀だからね、そうですよね、コーチとして、はい、そういう人間がね、うん、立山さんを慕ってそうですよ来るとね、うん、いいよな。そうですね、まあ、いいよなってソフトバンクからしたらたまらんけどな、はい、当てられてたら困るって、まあまあそうだね、うん、ありますけれども、まあ、このあたりも本人のちょっとね、実際のコメントだったりとか言葉がね気になるところなんですけれども、まあ、あとソフトバンクは大量23人が戦力外ということで、はい、中には育成での契約っていうのを打診された選手もいるんですけれども、まあ、代表的なのは風間球太というね、はい、一昨年のドラフト1位かな、はい、うん、育成の契約になるというね、はい、やっぱ多いからな、1軍から4軍で4軍までいるので、いやそれは多すぎるわ。だから大量にこうなってしまうっていう、いやなっちゃうよな。そうなんですよね、それがまたその弊害というか、まあそうだね、まあ、だからその育成から支配下になって、うん、また育成に戻されるっていうのはさ、はい、やっぱり育成からその支配下になる時の苦労を知ってるだけにまた戻るのかよっていうネガティブな思考がやっぱ働くよね、はい、うん、それを実際に会見で話されてたのが中田圭佑選手なんですけれども、はい、ドラフト14位、育成の14位で入団してきて、はいはい、今年の3月にようやく支配下になったんですよね。月間 MVP も9月にファームなんですけれども取っていまして、打率も4割超えで、自分はこの1年間もう死に物狂いでとにかく頑張ってきたと、ようやく掴み取った支配下、それをまた育成というふうに打診されて、同じモチベーションで来年頑張れる自信が全くなくなってしまったと。いやその気持ちはわかるわ、うん、なので自分は他球団のオファーを待ちたいですというふうにちょっと涙ながらに話していたのも、まあ、他球団のねファームで戦ってるとよく見てるしね、うん、まあ、それとは編成がこういろんな球場に足を運んで、うん、見てるから、はい、まあ、取ってくれるようなチームはありそうだけどね、うん、中田選手内外野も得て、豊さんもちょっと実際に、ね、バッティングだったりとか、あと肩とか見ていただきましたけれども、まあ、肩は一流だな、うん、守備はどうなのかなっていうのはまだよく見てみなきゃ分かんないけど、はい、トートバンクのファームのゲームで、うん、まあ、ショートを任されてるぐらいだから、はい、まあ、そこそこやるんだろうなというのと、うん、まあ、バッティングはねちょっと無駄が多すぎる、上じゃ崩される、タイミングの取り方とかでもめちゃくちゃでかいし、はい、お前どこまで飛ばすんやっていうぐらい、うん、そのくせバットを短く持ってるんだよ、短くでした、ね、いやだから理にかなってないんだよ、うん、頭を越すぐらいだったらもうミートミートミートでいいんだけども、はい、アンバランスな、うん、ちょっとバッティングをしてるなって、うん、でもこれはやっぱ中田と話をしてこういう風に変えていかないかって言って納得したらセンスのある子だから掴み取ってくれると思うけどもね、はい、これ他球団がこの中田選手、まあ、一応西武ファンがうちに来てくださいとか、はい、ホークスファンは他球団に行ってぜひ来シーズンソフトバンク見返してほしいっていう本当にファンから愛されてる選手みたいなんですけど、どこの球団とか声かかりそうですか。いや、 やっぱり西武なんかはやっぱりユーティリティでできるっていうのはポジションもね、レギュラーというポジションっていうポジショニングが空いてるから、はい、チャンスはより多くあるよね、うん、まあ、オリックスも面白いと思うしね。オリックス、はい、なんか外野であの肩とかだと、もちろん守備固め、いやー、そりゃそりゃ魅力あるな、うん、だからまあセリーグで言えば中日も面白いよね、うん、中
やっぱ球場が広いだけにさ、はい、やっぱ肩の強さっていうのは要求されるしね、うん、はい、守備固めでもいいんだったら、うん、まあ、結構な球団はあると思う。ありますよね、ヤクルトとかヤクルトもあるしジャイアンツもあるし、でも、うん、選手抱えてるからな他の球団も。そうなんですよ。だからなかなかさ、はい、まあ、そういう風な、ね、簡単な運びにはならないと思うけどね、はい、でも魅力はあるよ肩はね。魅力はある、うん、本当に万波中田とか並んでたら、うん、まあ、磯畑とかも強いからね、はい、全部止められるみたいな。そうですよ、返してくれないっていうサードゴーチャーに、うん、まあ、そういう魅力は持ち合わせてるね。そうですよね。あとは三浦投手、まあ、今年7月に支配下登録されて1軍で5試合に登板して防御率0、はい、2軍では防御率 1.60 で最優秀防御率に輝いているということなんですが、この三浦投手も、まあ、左投手が不足してるって言ったらやっぱこうヤクルト、はい、ヤクルト、うんうん、とかすごく面白いと思うしね、うん、まあ、ソフトバンクから解雇されたピッチャーってよく頑張ってるんだよ、うん、小沢もそうだし、小沢投手もそうです、大竹もそうだしさ、そうですね、まあ、長谷川っていうのがね、うん、ヤクルトにいたけども加山とかね、はい、まあ、そういうのはちょっとダメだったけども、うん、でもチャンスはあると思う。十分ありますよね。笠谷投手、2022年に20登板で待望のプロ初勝利を含む4勝4敗防御率 2.84 ということで、まだ27歳。でもあれだけの速い登板を持ってて、うん、安定しないっていうのはやっぱ何か欠点があるんだろうな、うん、だからそれが克服できる欠点なのか、うん、いやこれはもうどうやったって無理なのかっていう、うん、その見極めが必要だな。一人雇用するってまた大変だからさ、うん、そしたら同じような力量の若い選手を残した方がいいとか、うん、まあ、そういう風になるからな。27ってもう来年で高校から入ってるとしたら10年になるわけでしょ、うん、どっかの球団でいいコーチと出会ってガラッと変わる。そこだよな、うん、だから僕だったら任せてくださいっていうコーチが現れるんだったら、うん、やっぱよしやってみようっていうことになるけど、素材っていうのは魅力しかないんだよこの選手は、うんうん、俺も昔からこの選手はいつ上がってくるんだって、うん、はい、でいつ花開くんだっていうのを、うん、まあ待ってたんだけど、なかなかもうどん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 越されていくよね、はい、立山のとこでバンバン立山の前でバンバン投げるとかさ飛行機に乗る前でバンバン投げるとかもうどこ行っても立山さんの前にいるっていうね。そうよ、アピールですね。そうそうそう受けるのかな14日、トライアウト、トライアウト、まだ一切情報は出ていないんですけれども、うん、まあ、トライアウトを受けるのか、もしくはそれよりも先に、まあ、他球団からの、まあ、オファーがあるといいけどな。そうなんですよね、うん、まあ、ただね、先ほど豊さんもおっしゃってた通り、まあ、ファンも話して言ってるんですけれども、とにかくソフトバンクは宝の山だよって。いや、そりゃそうだよ、あれだけの選手がいて、はい、切りたくない選手もいると思うんだよ。でも新しく取ってるし、うん、入ってくるから切らなきゃしょうがないっていう選手も、はい、もったいないなと思いながらも、うん、切らなきゃいけない選手っていうのはやっぱいるよね。そうですよね、ヤクルトに行った増田、はいはいはい、選手もそうですし、ね、でやはり小沢投手もそうですし、はい、まあ、形は違えど大竹投手、阪神、まあ、そうだね、はい、もう一回花開いたり化けたりっていう選手投手もいるので、まあ、あれだけの選手層がいて、うん、その中で勝ち上がって一時期でも支配下の選手になれたっていうのは、うん、それなりのやっぱパワーを持ってないとなれないよ、はい、あそこでは。そうです、ね、だからまあみんななってる選手たちだから、そうですね、可能性は膨らむけどね、うん、そんな気がします。何よりやっぱりあのソフトバンクファンがどうかどこか球団取ってくださいと、力ある魅力ある選手たちばかりなので、で来シーズンあのソフトバンクをギャフンと言わせてくださいっていうのが、なんかこうファンのなんかまたギャフンとやらされたたまったもんじゃないですけど、たまったもんじゃない。でもなんかファンがすごく選手たち、育成の選手とか2軍3軍の選手も含めてちょっと多すぎるかも、まあ、4軍あるのでね、プロばっかり目を向けてるけど、うん、アマチュアに行ったら社会人とか相当活躍できると思うよ。いや、それが自分の将来を豊かにする方法かもわかんない、うんうん、プロに入るとしっぽ切りだから、社会人に行ってその社会人との契約がどういう契約を結べるかどうかわからないけども、うん、その後も雇用してもらえるっていう風になれば、ね、うん、やっぱ野球できる期間っていうのは短いしね、はい、社会人だったら社会人でも北条がね、あ、そうですね、今年活躍してて、うんうん、年対抗で頑張ってたけども、はい、ああいう姿を見ると、うん、まあどこでやったとしても、うん、自分の人生だし、うん、
いいもんだなっていうふうに思ったけどね。そうですね。あとは今独立リーグも非常に、ね、盛んなので、そこからまた NPB、 そこからまた新たな人生っていうのもいろ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 ありますよね。またいろいろあるけど、または NPB っていうよりも、うん、俺が親だったら、親だったらよく親で出てくるけど、はい、いや社会人で取ってくれるんだったら、そっち、そこ行ってその後の雇用が続くんであれば、そこで本当に一生懸命頑張れと、うんうん、いうようなことだよね。それも選択肢の一つですよね。いやいや、野球を続けたいんだったらね、うん、まあ、プロが華やかだけど、うん、だけど年対抗もいいもんだぞ。年対抗もいいもん。いや本当に一発勝負のね、あの緊張感って、それクライマックスでもね、緊張感とかいろんなことを味わうだろうけど、まあ普通のねレギュラーのシーズン、多少の緊張よりは、そら一発勝負で負けれないっていう緊張感って楽しいぞ。それはそれでそうですね。それはそれで楽しい。確かにお金もいいらしいね。ね、まあいいのはね、個人差、まあ、どういうふうに考えるか分かんないけど、はい、その後も雇用が続くっていうんだったら、うん、その方がやっぱり人生設計としては立てやすいかなと思うけど、親心ですね、そこはね。まあね、うん、まあでも一回プロでチャンスをもらってるわけだから、まあそうです、まあ、そこでね、やっぱダメだったら他のところ行って夢探せるというね、うんうん、まあ、そういうこともある、一つ、はい、道としてはありますね、はい、野球を通じての人生になってくるわけよね。やっぱり野球しかやってきてないわけだから、これからね証券マンになるっていうのはとてもじゃないけど、うん、絶対なれないからさ、よりいい選択をしてほしいなと思うね。そうですね、はい、まあ悲観的にならない、今がチャンスだから。あ、逆にチャンスを捉えて選び放題だから。そうです、になるといいけどね。そうですね、チャンスと捉えて前向きにちょっとなんかいい形にいってくれることを願います。はい。